GoPro から GoPro Hero 13 Black が登場しました。12からイメージセンサーは同じで最大 5.3K60p の撮影に対応しており、ハイパースムーズ 6.0 に対応するなど基本的な機能は12から大きく変更ありません。とはいえ本体の設計が変わるなど新機能がいろいろ追加されています。 GoPro 13 には4つのレンズオプションが追加されました。超広角レンズ、マクロレンズ、ND フィルター、アナモフィックレンズです。超広角レンズは177度の視野角でほぼ180度の世界を画面に収められ、非常に没入感の高い映像が撮れるようになっています。アスペクト比が1対1に対応しており、とりあえず1対1で撮影して後から16対9や9対16などの映像に編集しやすくなっています。次はマクロレンズ。マクロレンズは最短焦点距離が 11cm、 レンズリングでピントを調節できるようになっています。これまでの GoPro では接写が難しかったんですけども、マクロレンズの登場で接写も可能になりました。そして ND フィルターも追加されました。 ND4、8、16、32の中濃度フィルター4枚が入っています。 GoPro 13のシャッター速度を自動調整し、魅力的なモーションブラーを実現できるようになっています。最後はアナモフィックレンズ。これはシネマティックな、いわゆる映画のような映像を撮影できるレンズで、16対9に加えて21対9のアスペクト比に対応、映像作品を撮るプロフェッショナル向けのレンズです。これらのレンズは GoPro 13に取り付けると、カメラ本体がレンズを認識して設定を自動で変更してくれます。レンズをつけてからいろいろ設定をいじる必要がなく、すごく便利です。続いての新機能はバッテリーです。容量が 1900mAh にアップグレードされ、なんと 1080p30 で 2.5 時間以上、 4K30、5K30 で 1.5 時間以上の撮影が可能です。また本体にヒートシンクを搭載するなど、本体とバッテリーの設計を見直すことで、長時間撮影時の熱暴走による電源落ちなども起こりにくくなっているとのことです。ただし新しい設計を採用しているため、12以前のバッテリーを13で使用することはできません。次はマウントです。従来のマウントフィンガーとネジ穴に加えて、新しくマグネット式ラッチに対応。これがものすごく便利で、ちょっとつまむだけで取り外せるので、マウントの交換やカメラの180度回転などがめちゃくちゃスムーズにできるようになりました。あと最後にスローモーションが強化されたのも見逃せないポイントです。新しいバーストスローモーションでは最大 720p400 の撮影に対応。スーパースローモーションほどではないものの、肉眼では捉えられない細部まで撮影できるようになっています。その他の新機能はこちらの表の青い部分になります。全体的にクリエイター向けの機能が強化された感じです。これを見ると GoPro はやっぱり使いこなすのが難しそうと思う方がいるかもしれませんが、なんと今回は新モデルがもう一つ登場。それが GoPro Hero カメラです。こちらは GoPro のエントリークラスにあたるカメラで、極小サイズのボディでも 4K 撮影が可能になっています。価格も手が届きやすく、 GoPro デビューするなら Hero カメラから入ってみてもいいんじゃないでしょうか。